もう12時近いよ。え、こんな時間まで何やってたの？お兄ちゃん、待て待て待て、俺はお父さん。うんうんうん、私の知らない匂いがする。はあ、女ね。いや、だから俺は女なんでしょう。これ演技なんだよな。そんなことどうでもいい。もしもお兄ちゃんが揺らぎ以外のものになるんだったら、そんなお兄ちゃんいらない。これも食べてください。美味しいですか？いや、うまいにはうまいけどさ。これじゃあレイドボスを何体か同時に相手するとかの方がよっぽど。主君まだあるぞ。あーん、こっちもです。あーん、あーん、あーん、誰か助けて。本当に仲がおよろしいのですね。いや、これはというか、小坂さん、いつからそこに？ほらほら、答えないと離れないぞ。それとも直に触らないとわかんない？もうこれ以上ややこしくしないで。私のことは気にせず、どうぞ続けてください。ダメだ、完全に詰んだ。それで、剣道部の身分を言葉責めにしたというのは本当かい？そんな事実はありませんよ。そうかい？ミブが顔を真っ赤にして恥じらっているところを目撃した者がいるんだが。お兄様、一体何をされていらっしゃったのかしら。元気になった？なんて格好してるんですか？暑くて。ベタベタくっついているから熱いのです。離れなさい。ディアブロから30歩くらい。慰めてくれているの？でも会長、追い詰めたのも芝くんですよね。自分で追い込んで自分でフォローするとは凄腕のジゴロだね。真由美もすっかり狼狽されているようだしな。マリー、変なこと言わないで。ジゴロ、凄腕の。どうしてここにいるのよ。守る様。その手紙は私のアゲハのラブレター。まさかあなたも守様を？守を横取りするつもり？それはこっちのセリフです。何言ってんのよ。死にたいのですね。死んじゃう？マモル様、どっちを選ぶんですか？あの、二人とも出会ったばかりで好きとかそういうのはまた。私は会ったばかりでもマモル様のことを好きになりました。アゲハだって運命の出会いだったんだから。